ついに見つけましたよ、バベル竜。一足遅かったな。ゆりかごの色は変わり、初期段階は終わった。ここにはもうアモーガはいない。あなたは？そこの騎士、お前だろ。以前から我らを嗅ぎ回っていたのは。え、先生、嗅ぎ回るって、何かいい匂いでもしていたのですか？愚かだ、全く呆れるほどに愚かだ。なぜそのような知れ者と共にいる。アリックス・アーンを負の感情で染めよとの啓示を受け、わざわざこの国で籠を揺らしたが、ここでは争いが足りない。脳に花咲く、その愚かな姫のように薄のろで、楽観的で、寛容で。まあいい、すぐに世界は救済される。我ら竜の下で。お話は終わりですか？私はあなたが言うように愚かなのでよくわかりません。ですが、必死に生きているみんなをそんな風に言うのは悪いことです。バカって言う方がバカなのですよ。来なさい、先生から学んだ奥義、今こそお見せします。Oh, my God.
1、2。やりました先生、トリューの奥義をついにこの手に。すごい威力、さすがは奥義。殺せ、せめてこの身を憎しみで燃やし、あの方に捧げるのだ。こら暴れるな、剣を取り上げろ。世界はもともとは我らのもの。お前たちは世界の半分を与えられただけ。それをあるべき姿に戻すのだ。どうしてそれがわからない。なるほど、あの人の企みがわかりました。あの人はおそらくドラゴンステーキを独り占めしようとしていたのでは。耐えて。違うのですか。うん、じゃあなんでこんなことを。くそ、俺はこんな愚か者に負けたのか。あのですね、お腹は空いていませんか。何。待っていてください。すぐにあなたの好きなものを作ります。一緒にお腹をいっぱいにしましょう。そしてもう一度教えてください。あなたの話を私も理解したい。さあみんな、まだ仕事は終わっていません。まずは破壊された町の復旧です。そして祝福のドラテキを国民に。